こんばんは皆さん。お待ちかねの東京都体育館からお送りいたします WWA 世界選手権戦でございます。13回目のチャンピオンになりました豊登が今日はリターンマッチといたしまして、ザ・デストロイヤーの挑戦を受けます。超満員になりまして、もう相当早くから札止めとなりました体育館。セミファイナルのタッグマッチも終わりまして、これから豊登とザ・デストロイヤーを迎えるところでございます。フレッド・ブラッシーが WWA の第1回のチャンピオンになりました。豊登が数えまして13人目のチャンピオンであります。今割れるような歓声のうちに豊登の登場でございます。セコンドに吉村道明、そして今デストロイヤーも顔を見せました。例の真っ白な覆面に顔を包んでおります。紫色の縁取りがしておりますザ・デストロイヤーです。ただいまより三菱電機株式会社より WWA チャンピオン豊登選手に冠の贈呈でございます。三菱電機の今泉宣伝部長から豊登にガウンが贈られました。今まで着ておりましたガウンと変えました。紫色に銀色の三菱のマークが光っております。両選手に三菱電機株式会社より花束の贈呈でございます。デストロイヤーと豊登り、そしてレフェリーの沖式良さんに三菱電機から花束が贈られました。日本プロレスリング協会会長児玉義雄氏のご挨拶でございます。プロレス協会の児玉会長の挨拶です。本日待望の WWE 世界ヘビー級選手権のリターンマッチが当体育館で開催できたことは誠に意義深いものと思います。昨年12月4日当体育館で豊登君がデストロイヤー選手より脱出した貴重な選手権は日本の誇りであります。世界の記録でもありますので、出がしても防衛の偉業を達成されることを期待いたしたいと思います。この歴史的な試合が日本において開催の運びに成功したのは、ひとえに皆様の力強いご支援のおかげであることを深く感謝し、お礼の言葉といたします。昭和40年2月26日日本プロレスリング協会協会長小田前翔。日本プロレスリングコミッショナー宣言。宣言、この試合は WWA 並びに日本プロレスリングコミッショナー公認の世界選手権試合であることをここに宣言する。1965年2月26日日本プロレスリングコミッショナー川島正次郎。チャンピオンベルト返還。チャンピオンベルトが豊登から川島正次郎プロレスリングコミッショナーに返還されました。そのチャンピオンベルトをじっと横目で睨んでおりますザ・デストロイヤーでございます。もうすでに今日までの調整は十分であります。
デモンストレーションを行っておりますザ・デストロイヤー、今日は本日のメインイベント WW 世界選手権試合61本三本勝負でございます。赤コーナー挑戦者250番のザ・デストロイヤー。放送席はこの前の試合で活躍いたしました吉野里純三さんをお招きしておりまして、今日のこのデストロイヤー戦を解説してもらうことになっております。こんばんは。あの吉野里さんね、はい、この見通しですよね、はい、一体どういうところがその見通しとして一番あれですか、そのどの辺でどういうその技が出るかというようなことを。そうですね、結局20分過ぎなかったら大体ね、あの両方とも固くなってますからね、初めのうちはね。だからその、まあ、感情になったらどうか知らんけど、大体20分過ぎぐらいじゃないですかね、勝負するとしたらね。もう初めから荒れ気味ですね、はい、表情ものすごく試合の開始でございます。しかし貫禄がありますよね、はい、今日でもね、あの豊ノ栗君にね、まあ、選手が一同でね、はい、あんまり初めから無理してんでね、はい、行った方がいいよっていうのだいぶね、うん、言ってるんですよね。このカットしたなんかしたらちょっと隙ができちゃうかもわからないんですよね、うん、なんか今ね、うん、一発食ってもうすぐ早くもカットしそうな感じの豊ノ栗なんですがね、うん、日本に来ましてからああいうあれですね、その自分としてのレスリングの練習というものは、はい、ほとんどしてないし、するときには誰にも見せないでやってるそうですね。ああそうですね、それでだいぶ今度あの、まあ、自分の言ってることにはもうあの新しい技をねあれしてきたって言ってるんですけど、まだそれは誰も食ったこともないし、まあ、見たこともないしね。今度は四の字固めを首にかけるんだというようなことも言っておりますが、さあ、この豊ノ栗の太い首にはなかなかかからないものと思われます。マスクに手をかけたという抗議は退けられました。終始もう面白くないといったような表情のデストロイヤーであります。豊ノ栗まず優勢のうちに試合を進めておりますが、この優勢に行ってる時が危ないんですよね、うん、ちょっとした油断ですよね、二人ともその体を見たらもう最高潮ですね。ああそうですか、うん、最高潮ですけど、デストロイヤーも艶があってもう最高潮ですね。アームバーで攻めつけております豊ノ栗。豊ノ栗の
黒く焦げ上がった体とデストロイヤーの、まあ、白身に赤みが差しておりますけれども、色の白い感じが対照的に映っておりますテレビジョンです。デストロイヤーも相当な2で肩が上がりました。焼けてはおりますデストロイヤーですが、豊登りと対照いたしますと白く見えます。結局ね、今日のあの勝負でもね、あの豊ノ井君があの悪いドリブル戦だったらね、ずっと呼吸がその毎日やってるからね、持つんですよね。でもこれ時間が長くなってきたらね、まあ、1週間に一遍でしょ、実践的にこうやってるのがね、はいはい、だからその点がちょっとまあ心配なんです。心配ですね。スタミナということになるんですかね。そう、実践的のスタミナですね。ワールドリーグの終わった後だったらもう毎日やってますから、それはもう1時間やっても2時間やっても平気ですけど、今1週間で一遍ですからね。その点が少し心配だけで、あとはもうデストロイヤーとしては、足を鍛えればいいということで、足を鍛えることに日本では主力を置いてたようですね、僕はもう毎日やってますからね。なんとかロープを掴もうと思いましたができません。ワンツーまでは十分に体を休めようというデストロイヤー、先日の試合ではこのスタミナを前半に使いすぎて負けたというようなことを漏らしておりました。デストロイヤーとしてはこの辺りは十分時間を稼ごうという作戦かも分かりません。長期戦に持っていくような対戦ですね。そうですね、あんまりその自分が攻める方行ってないですよね、こうやってたらもう豊ノ森君の方がもうだいぶ疲れますからね。疲れるでしょうね、それは向こうの方が楽なんですよ。あ、そうですか。まあ、2まで肩をつけていればいいわけです。その間は休めますからね、攻めないところに行くと、もう何とかこのアンバーから逃れようといたしますデストロイヤーです。ロープに手が届きましたけれども、ついに握るまでにはいきませんでした。に会いました。じゃあ、離れるところなんかうまいですね。それをまたすぐ捕まえてしまいました豊登りです。吉野さんね、はい、あれはどの辺を攻める技ですかね。腕が痛いんですね、やっぱり今のですか、結局アンバーですね。いや、これです。あ、これですね、腕とね、大体もうこっちの動脈ね、あそこも思い切って右の方の足でね、
押してるわけですよね。結局だから呼吸 もだいぶ苦しいわけですよね。それもやっぱ手がしびれちゃいますね、思い切って引っ張られてますから。トランドボリの力で抑えてますからね、うん、だいぶもうしびれてますよね、うん、普通にピンとこう張ってるだけでもしびれますからね、うん、もうガーッと引っ張られてますからね。これが外れてからどういうふうに出るかっていうのはちょっと弱んですね。レフェリーは沖式名さん。最後までもう今度は外れてもまたあれを取り行ったらいいんですよね。ははだいぶ他を取り行ったら今度はあれが治ってきますから。どうしても離れることができません。やってくれましたね。あれだったらいいんですよ。ずっと有利になっちゃうんですけどね。またあれで他を取り行ったなんかしたらもうあれはもう泣いちゃいますからね。盛んにマスクに手をかけたと言っておりますが、もちろん豊登りは覆面に手をかけておりません。これでブレーキさせようとかってね。まあ、だけど良かったね。また取り、また取り。スリングで一番大事なところ、今のところですね。取ったの そこをもう離さないっていう、もうそればっかし同じところを攻めるわけですね。マントカーも作戦通り行きますよね。足を伸ばしてなんとかロープに引っ掛けようとしております。足が外れました。今度はボディシダン、そしてまた同じアームバーに入りました。最後まであれでいった方がいいですね。ああ、ロープに手がかかりました。これを沖さんが蹴飛ばしました。レフェリーにどうして蹴飛ばしたんだというところでしょうか。殴りかかります。あれはもう蹴ってもいいですね。あれはもうカラタンカラタンカラタン1,2,3また
身の力を込めました手の上のアームバーです。手の上の額から汗がにじんでおります。今のところずっといいんですけどね、まだまだこういうところで油断できませんからね。またロープに足をやろうというところです。少しで四の字固めに行くところでした。しかし豊登もよく右足でキックいたしまして、これを剥がしました。この今これ本当にもうどうしてもダメだったこれ、どこの球場をね観測するかっていうのはまた勝負の分かれ目なんですよね。レフェリーが見てないときに、バッとどうかそのやられたときはその怖いですね。それもね、それを気をつけます。たくましい表情で思わずリングサイドのお客さんからいい顔をしてるなというような声が飛んでおりますが、全くいい表情です。これは講談師という表情ではなくて、誠に勝負師前といたしましたデストロイヤーの表情です。非常に唇の厚い、見るからに怖そうな顔をしております。覆面を取ったところを誰も見たことがありません。アメリカでもこの覆面は話しません。デストロイヤーです。ミスター元がやってきました。もうそろそろ感情的になってきましたね。そうですね、怖くなりましたね、しかし危ないところでした。ちょっと決まるかと思いましたね、吉野さんね、今日でもね、そのやる前向こうがね、まあ、リングこの外へ出たらね、あんたももう疲れてる時は出ちゃいなさいってもうそれはルールであるんだからね、だからその引っ張れば引っ張るって今もういいタイミングだったんですね、引っ張ったらね、今引っ張らなきゃ危なかったんですよね。ああ失敗したというように手を叩きました。表情にもよく分かります。デストロイヤー足を狙ってきました。どうやらこの足を狙いながらまた頭の方を狙いに来るかもしれません。2回4の字固めを失敗いたしましたデストロイヤーです。
またもやアームバーに入りました。豊ノ浦に 口から血が出ましたね。どうしたんだ。あ、そうですね、はあ、さっきあの顔のあたりをそういえばね蹴飛ばされましたよね。あの四の字固めやってる時にね、あの入る前にね、あの手をこう取られてる時に、どこ見てんだどこ見てんだどこ見てんだ、攻撃に入る。顔が曲がるほど押し付けられております。白の服が白のシューズをつけております。デストロイヤー豊ノ森優勢のうちに試合が進んでおります。我々は早く時間が経った方がいいんですね。もう時間が経てばもう 目ですね。目をかすります。目でもあの角でやってますよね。靴のね。目を攻撃いたしました。今度は膝です。膝でやりました。さあピンチが来ました。それでもいっぺん大きい。うわ。さあデストロイヤーの反撃が来ますか。コーナーにぶつけられました。逆さずりになりましたが、まさかデストロイヤーも反則負けというようなことはないと思います。しかし十分に痛めつけられました。大きな音がいたしました。大きく飛び上がるニースタンプ取られました。一本を先取されました。チャンピオン豊ノ森一本をデストロイヤーに許しました。早くもチャンスを使いました。デストロイヤーの勝利です。1対0となります。下っ腹の方を押さえてますね。優勢のうちに試合を進めておりました豊ノ森ですが、最後の1分で肩がついてしまいました。逆転に来ましたデストロイヤーのためにフォールされまして、1対0でございます。チャンピオン1本をデストロイヤーに譲っております。豊さん頑張れよ。今のがそんなに答えてないといいんですがね。そうですね、向こうも今度だいぶその必死でも来てますから ね、 そうですね、うん、今度ダメになったらもうチャンスなくなっちゃうかもわからないですからね。まあ WWA の協会全体としてもなんとかこのデストロイヤーの、復讐を期待しております。しかしこの試合がですね、日本でなくてアメリカで行われるという初めの予想だったんですけれども、はい、よくまああの日本へ持って帰ってきてね、はい、これでいいんですけれども、はい、ここで負けるようなことがありますとね、本当ですね、もう残念ですから、
もう体はもう最高ですけどね、うん、まあ、あの豊登りも最高でしょうけれども、またデストロイヤーの方もまた最高のコンディションですね。豊登り君も一番も今最高ですよね。しかしこういう時でも全然休まずに右に左に動作をいたします。結局悪い子の急所をよく知ってますからね。悪い子の日になると向こうが一番上ですからね。そういう今負け方ですけど、技の負け方じゃないんですよね。コーナーに詰まりました。もうすぐは狙い痛いところ狙いますけどね。しかしあれですね、ちょうど目の前で行われたんですけれども、すごい力の入るあれですね、技ですね。また膝で蹴上げます。肘打ち、豊登りの肘打ちです。大きく投げ飛ばしました。あれがうまいんですよね。パッと振った時は逃げますからね。だからここで焦ったらダメですね。ベアハングに行きました。しかしロープに逃れております。うまいところに逃げます。もうどの辺で自分が技をかけられるかよく知ってるような感じですね。スッと目を下にやりますと、すぐその下にロープがありました。ロープに右足をかけて自分の体をロープに横たえます。そしてブレーキとなりました。腕を取られました。こういうフォアも得意じゃないからね、こういうフォアも。ロープを蹴飛ばしまして、この当たりが非常にうまいところです。ロープの力を借りてまた元に戻りました。みんな黙れというような、危ないふりをしてね、こうしょろしょろ行ったふりしても、まあ、あれで止めちゃったんだけどね。さあ力が入りました。またロープが取ってきました。ほんのちょっとロープを蹴飛ばすだけでありますが、なかなかああいう力の使うところを心得ておりますデストロイヤー。さあ3度目、またロープのことでにじりやります。しかし今度は中央でした。完全に離さなきゃいいんですよね。反対に豊ノ森です。反撃に出ようとするところです。力では豊登りが勝りますが、それでもデストロイヤーも大変な力持ちでありまして、九州のデパートでしたか、大きなバーベルを軽く持ち上げてお客さんを驚かしております。
茶屋登りの攻撃、あ、うまく捕まえました。波乗り固めで攻めつけようという豊登りです。時間を気にしております。余裕たっぷりといったデストロイヤー。離さなきゃもう閉まっちゃうけどね。豊登りも今度は左の腕をロープに巻きつけました。ブレークを命ぜられます。きれいな一本背負いからまたもや王州飛び上がります。2スタンプ首に足をやります。今度は首の方から攻めようというところでしょうか。あれくらったらもうその国民が向こう側で肘打ち。反則でだいぶ痛みつけられちゃいますから ね、 そうですね。あれだけやっぱり不利なんですよね。キーロックに持ち込もうというところでしょうか。ロックに入りました。先日行われました、WWA の世界選手権、この豊登りとデストロイヤーの試合でも1本目はデストロイヤーがエビ固めで豊登りを破っております。2本目3本目を豊登りが飛びまして2対1で13人目のチャンピオンになった豊登りであります。さあ今日も1本を取られまして館内のお客様は不安そうな表情です。向こう側の左の手で時々タイツを使います。左の腕を攻めつけますデストロイヤー。何か抗議をするときにもこうして左の足を遊ばしておきません。キーロックに入りました。先ほどは豊登りがデストロイヤーの左の腕を攻めましたが今度は反対にキーロックで豊登りが左の腕を攻めつけられます。勝ち誇ったような笑い声を響かせておりますデストロイヤー。時間がね
WBC チャンピオン。なんとか1本を返しまして1対1で引き分けに持っていきたい豊登りです。ロープに足をやりました。これでこのままエビ固めに持っていきたいところですが、しかし左の手はご覧のように黄色く完全に決まっております。盛んに左の指先が麻痺するのを気にしております豊登り。ブレークを命じられました。さあブレークからまたもや黄色くに入ろうというところです。苦しそうな表情となってまいりました豊登り。これでだけど決まるようなことないんですよね、うん、だからうんと今のうち休んでおきます。では手は痛そうですね。それは肉がありますからね、普通の人より痛いですね。あの肉を持ってるからこの間が少なくなっちゃう、ね、なるほど。人一倍肉はある方ですからね、だから余計その決まっちゃうんですよね。折れるようなことないから、またもやマスクに手が行きましたけれども、これは外されております。反則もやっぱり瞬間的にやらなきゃいけませんね。ロープ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 。これだったら豊野堀君はもう倍疲れますね。さスタミナがもうだいぶ減っちゃいますよ。さあ起き上がりました。タイムとジェスチャーで示しております。さあ肘打ち、覆面を持ちました。さあしかしあんまりこれをやりますと反則負けということになります。ここでは怒っちゃいけないところですね、マスクなんかあんまり抑えない方がいいですね。向こうが抑えて離さいってるからね、あんなのうまいですよね。うんとうとやらせようと思って、デストロイヤーの周りにはカメラマンの輪が20にも30にもできております。コミッショナーの方に元に抗議をしろと申し込みました。タイムだと言っております。押したじゃないかというジェスチャーです。盛んにタッチしたと言っておりますが、どこでタッチしたって言うんですかね。いやレフリーを豊本登りが押したって言うんですよ。レフリー押したってやつですね。アメリカじゃ押したら負けになる、なりますからね。自分はさっきからレフリーを流ろうとしてなんかしてますけどね。今押しましたかね。私見なかったんだけど、ね、そうね、押したのには見えなかったんですかね。さあしかし隙を狙っておりますデストロイヤー。
右打ちで落っこちました。またもやミスター元のところに行きます。何かも非常に怒っておりますデストロイヤレフェリーの見てるところではこんな調子です。さあ見えないところで清水さんどうですか。指を使ってますね。やはり見えないところでは指で目を攻撃いたします。なんとか文句を言っているうちにこんな具合に自分の構成を取ってしまいました。また ボディースラムからワン・ツー・ツーで起き上がりました。まだちょっと早かったようです。ロープにぶつけました。大きくまた足を取りました。逆襟固めです。さあ参ったか参ったか。遠藤と吉村が駆けつけて豊登りの手を挙げました。1対1に持ち込みました。これで楽になったんですね。そうですね。ようやく挽回いたしまして1対1となりました。しかしあれですね、やはりあの相撲上がりだけあって左右と四股を踏みましたね。あれは四股の方がやっぱり力が入りますよね。もう自然に出ちゃったんですね、ああいうの初めて見ましたね。逆指になりましてから左右と四股を踏みまして力を入れました。でバランスが良かったですね、はい。まだ苦しんでおりますデストロイヤー1対1でございます。やはり3回もこの WWA のチャンピオンになっておりますデストロイヤーです。試合開始となります。しかしまだいやこの辺り油断すると大変です。よっちゃん2分だったら抗議しなきゃダメですよ。ブヤハッグで攻めかかりました。油断のならないデストロイヤーです、うん、さあどうでしょうか。タイムタイムと要求しております。
2分間ですかね、もう2分間休むということでしょうか。しかし自分のコーナーを離れて左へと移動いたしました。デストロイヤー、おや、自分の方からも攻めかかりました。もうこれでタイムということは抜けました。得意のベアハッグです。盛り上がってまいりました。今日の東京都体育館、皆様の三菱電機がお送りしております。もうじきですね。もうちょっとというところですがね。すでに放送時間は伸びておりますが、スポンサーのご好意によりまして延長して放送をしております。うまく受け止めました。ボディシダーズです。足が出ているというようにジェスチャーで示します。残り放送時間がなくなりました。デストロイヤーが外に出ます。お座りください、お座りください。さあここで立ち上がるようにお願いいたします。立ち上がるようにお願いいたします。足を痛めつけました。デストロイヤーが上がります。豊登りも入りました。四の字固めに入りますか。足を取りましたデストロイヤー、急所を蹴りつけようというところです。足を取ります。さあ気をつけたいところですが、デストロイヤーも相当に弱ってまいりました。残り試合時間9分、9ミリット、4の字が球に行きますか。うまくロープを使いました。ロープをうまく使いました。スポンサーのご好意によりまして、この試合の終了までお送りいたします。ロープロープやろう。足が膝がどうしたそうですね、膝やられそうですね。おう、まだですね。さあ4の字固めにかかると大変です。頑張れ、ここでなんとか勝負を消したいところです。キックキック、さあ蹴飛ばしました。リングの下に転倒いたしました。まだ上がってまいりません。しかし豊登りも左の膝を痛めております。カウントが開始されました。20までに上がってまいりませんと豊登りの勝ちです。あと7分となりました。
さあデストロイヤーか豊登りか、最後の7分間が争われます。残り試合時間はあと6分少々です。さあ疲れたところで、あれ危ないですよね。ああこれがね、うまく逃げました。コーナーにぶつけます。危ないところです。うっかりいたしますとこういうところで危ないところです。油断できませんね。だいぶ参ってますね。さあ引っ張りました。またもや逆エビに行きますか。頑張りたいところ。今度は右へ返します。あと試合終了まで5分です。最高の場面を迎えます。あ、逃げました。やはり豊登りも相当に疲れてまいりました。最後の5分を戦おうという豊登りとデストロイヤーです。逃げました。リングの下に降りました。しかし降りてからもデストロイヤーはそうあちこちに飛びません。また落ちました。豊登りも降りました。さあしかし今度はデストロイヤーです。あと4分となりました。高く上げてボディスラムがリングの下です。さあしかしカウントは数えられております。大きな声を上げて2ドロップです。今度は豊登りが起きません。カウントが数えられております。しっかりカメラマンに取り囲まれました。豊登りが起きました。さあなんとか上がりたいところです。一瞬早くカウントを数えようというところですが、さあ上がってまいりました。ようやく上がりました。4の字に入りました。あと3分です。これですか。もう今度鳴らしたってね、今チョークチョーク言ってんだけど、ちょっと見えなくなりました首のあたり。まあレフリーチョークチョーク言ったんですけどね、ええ、外したのか。1対1、あと1本どちらが取りますか。ブレークを命じました。しかしまた入ります。しかしこの何回も数える間に相当に弱ってまいりました。離しました。あと2分です。2分を頑張ってもらいたい豊登り。しかしまたもや入りました。ただ待ってました。
引きずってきたいところです。ロープに近づきました。あと30センチです。豊ノ森も引っ張ろうと思いましたが、やはり相当に疲れております。目ですね。うまく蹴飛ばしました。フルネルソンです。さあ左に右に揺さぶり戦法。ロープに近づきますとどういう手を出すか分かりません。なんとか逃れようといたしますデストロイヤー。さあ離すか離さないかね、これ離れないな。もうちょっとだな。なんとか離そうというデストロイヤー。離れましたけれども、またもやフルネルソンにかかりました。相当に焦りが見えますデストロイヤーの表情です。しかし足を蹴りましたが時間です。1対1です。ゴングが聞こえません。2人ともゴングが聞こえません。1対1です。もう防衛だったんですね。そうですね、豊ノ森の防衛が成功いたしました。今日のやっぱり豊ノ森さんのコンディションが良かったですね。デストロイヤーもこの今日の試合には十分の闘志を燃やしまして、来日以来箱根に、そしてまた神宮にトレーニングを重ねましたが、ついに再び敗れて帰るということになりました。ベルトを取りに行きます。自分が勝ったんだというジェスチャーを示しますが、1対1。ベルトを持って退場いたします。あっけに取られております。トルコが取り返してまいりました。再び豊ノ森のベルトに川島コミッショナー、それから児玉会長から巻きつけられております。ぐるりと取り巻きまして、ここにまた豊ノ森が第1回目の防衛に成功いたしました。今までフレッド・ブラッシー、それから力道山、ザ・デストロイヤー、またブラッシー、ベアキャット・ライト、それにカーペンティア、いろいろな手に渡ってまいりましたチャンピオンベルトが再び豊ノ森の手に輝きまして、今これから早速豊ノ森さんが見えましたのでお話を聞いてみたいと思います。おめでとうございました。どうもおかげさんで
豊さんね、はい、一番その狙いとして自分の作戦通りいったということですか。何か作戦の狂ったというところありましたか。もうロープのそばでね、四の固め来たらね、ロープに逃げるようにってもうみんなでね策を練ってたんですよ。真ん中で来たら手でこう避けなきゃならないんだけど、手が短くてね、届かないんですよ。なるほど。だから向こうにチャンスをやるような格好するのはロープのとこだけで、やれと。真ん中で取らせたら絶対ダメだと。まあ、でそれは思うですね。なるほど。で思う通り行ったということですね。そうですね。それでまあレスロイヤーが1時間やっても疲れない人間だから、振動するから2時間やっても戦えるようにね、しとってくれと。なるほど。これが皆の希望だったんですよ。もう豊さんの顔がですね、頭しか今映っておりませんけれども、今度のですね一番のその勝利の原因となったものは何だと思いますか、ご自分で。いや、自分は今度はチャンピオンの立場だからね、引き分けでいつでも勝てるんだからね。あ、そうですか。それが一番強みじゃないですか。なるほど。一番そして警戒したということはどういうことですか。やはり足が強い人だからね、そういう点を警戒したと。まあ、とにかくどうもありがとうございました。みんなたくさんのファンに取り囲まれておりますが、それではまたこの何回も防衛していただきたいと思いますので、これからも一つ頑張ってください。もう一生懸命頑張るだけです。どうもありがとうございました。大観衆に囲まれまして、豊登りの会場でございます。